彼はトヨタウンの郵便配達。本当にエコで経済的な乗り物だよな。いつも自転車に乗っている。ご苦労様です。そんな彼がある日出会ったものは、プリウス PHV は EV とハイブリッド走行の複合燃費でリッター61キロプリウス61と覚えてください。同じ頃、あの男の書斎で何をしてる。その日を境に郵便配達は乗り物を変えた。本当にこれ経済的な乗り物だよな。彼は時々海を見に出かける。遠くまで来ちゃったな。ナンバー61、こんなに近くにいたのか。どうやら彼は普通の人間ではないようだ。ハイブリッドリボーン、トヨタです。